このマイクでいけるかな。あ、ごめんなさい、ちょっとマイク自体をつないでないので、ちょっと iPhone のマイクでやってるんですけど、どうなんだろう。 iPhone のマイクで、いつもみたいなマイクスタンドじゃないんですけれども、声大丈夫そうでしょうか。いつもよりちょっとノイズが入っちゃうかな。大丈夫でしょうか。これノイズ入っちゃう、大丈夫かな。こんばんは、ペコでございます。土曜日の夜、もう日曜日になっちゃったけど、本当に一日が早い、怖いよ。土曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ペコでございます。今日は東京ディズニーランドに行ってまいりましたので、ちょっとそちらの振り返りのお話をしながら、土曜日の夜をね、皆さんと一緒に少しだけ夜更かししていきたいと思います。あ、ノイズないです、よかったです。ノーノイズでじゃあやらせていただきます。よろしくお願いします。いや、今日はね、あ、ピアスもうみんなに見せびらかしてきました。ゆるリズムさん、もう会う人みんなにね、吉田ファミリーにすっごい自慢してきた。みんなにしっかり見てって、このロースト、あ、スモークターキーレッグの肉感、あとこのビール。すっごいお気に入りです。かわいいよね。ありがとうございます。そう、今日はなんと言っても一番の感想はですね、暑かった。ご苦労様です。なんと言っても暑かったです、今日のパーク。私さ、昨日パッキング生配信をして、昼間は暑いけど夜が気温下がる日のパッキングと言って、ヒートテックと、あとは、ウルトラライトダウンをリュックに入れていきますって言って、で、自分は、ちょっと、まあ、そんなに厚手じゃない、まあ、普通のロンティーに、薄いシャカシャカのアウター着て、オーバーオール着ていきますって言ったんですけれども、まずね、家の近所の一番最寄りの自分ところの電車の駅に着いた時点で暑すぎて、薄いシャカシャカジャンバーは脱いで、キャミソールに薄手のロンティー1枚で過ごしてたんですけど、夕方ね、ちょっと寒いかなって思う時はあったんですが、やっぱ動き回ってたら暑い。そしてや、あとは建物の中、レストランの中とかに入るとやっぱまだ暖房が効いてるから暑い。レストランの中はとにかく暑かったです。なんで結局ね、私一日中パーク、夜9時までいたんですけれども、ヒートテックを着ることも薄いアウターを着ることも、もちろんウルトラライトダウンも着ることもなく、キャミソールにロンティー1枚だけで一日中過ごせました。だから今日みたいな最高気温22、23で、自分たちがパークにいるまでの時間、夜9時、10時とかで気温を見て、まあ20度よりちょっと下がる、最低気温18度ぐらいだった時にはもう本当に薄手の、羽織物、春用のアウター、それがあれば十分だと思います。ちょっと朝今日行ってないんで、今日15時からのチケット、そう、初めて15時から行ったけど、入るのに10分ぐらいはかかる。お風呂入ってくるって言っていなくなったのに、とりあえず顔だけ洗ってきたの。顔を洗ってきても T シャツびっちょびちょに濡れてるけど何があったのよ。濡れちゃうでしょっていう感じでございます。だから、半袖の人もいっぱいいましたし、私も半袖に、あ、腕まくりしてたもん。だってロンティー。山地さん明日ワンチャン半袖じゃない？明日の方がまだちょっとは涼しいんだっけ？わかんない。今日は日傘欲しいくらいの暑さでした。そう、あ、日傘差してる人ね、結構いましたよ。日焼け止め、いや、絶対買わなきゃです。うん。今日の日差しだったら、日焼け止め買わなきゃ。写真撮るにしても、もうちょっとね、逆光だと、もう目開けられないっていうぐらい眩しかった。そう、暖房今日はいらないのよ。だからもうレストランとか、今日は私食べる専門でやらせてもろって。
食べる専門でやらせてもろたんで、レストランに行くことが多かったんですけれども、レストラン並んでる時とかはめっちゃ暑かった。今日の日差しは本当にやばかったですね。明日はどうなんだろう。ちょっと大和っち、その前にすいません、開けまーす。焼酎ハイボールいただきます。今日はパークでさ、私お腹いっぱい、最後にご飯食べた後はちょっと動けないから休憩していいっつって休憩してから動き出したぐらいお腹いっぱい食べ、私にしてはね、デブってるくせにさ、そんなに短期間でバーって食べれないからさね、激しく同意って海が言ってます。私にしてはすごい食べたから、夜ご飯もいらないと思ってたんですけど、お腹空いてきちゃいました。乾杯。ありがとう、乾杯してくれるの。いい子だね。画像がカクカク。画像がカクカクっていうことは、今日音声 iPhone から拾ってるから、音声もちょっと、音もちょっとあれですか？音も途切れてる？音はどうですか？音もちょっとやばい感じですか？みんな乾杯。音声は大丈夫です。よかった。ありがとうございます。接続状態は非常に良好と出ているな、でも。しばらく、ちょっとあんまり動かないようにします。いっぱい動くとね、カクカク、余計カクカクしちゃうから、ちょっとあんまり、身振り手振りしないようにしよう。何杯目かしら？今日パークで私何杯ビール飲んだと思いますか？みんなにクイズ。今日は15時からインしましたから、そう、初めてのウィークデーパスポート、ウィークデーナイトパスポート。10、5、2、4、4、3、5、5、3杯とヒルトンの1杯、3、3、2、5、4、3、3、3、3、5。さすが私のことをもうすっごい分かってくださってる皆様、その通り、一番回答が多かった3杯です。パークで3杯と、もうプリクさんの、答えが模範回答、パークの3杯とヒルトンの1杯、その通りです。パーク3杯プラスヒルトン1で、今日は合計4でございましたね。ヒルトンまで入れて。意外と少ないでしょ？こんなに晴れてビール日和だったのに意外と少ないと思いませんか？そう、スタート遅いから。で、そのうちの一杯は、ハングリーベアレストランでゲットしたんですけれども、ハングリーベアレストランは今日、めちゃくちゃパーク混んでたんですよ、やっぱり。アトラクションの待ち時間とか見ると、だってね、カリブの海賊、最後の列、アドベンチャーバザールの前まで行ってたの。すごくない？すごい。いつも通り、あっち側、アメリカングレートワッフル？合ってる？ワッフルの、ワッフルの前の方でこう、何重も折り返しした後に、ぐるーっとカリブの前を通ってって、抹茶ホワイトチョコポップコーンの前通っていって、アドベンチャーバザールの方まで。35分待ちだけどね。でも35。それが入ってすぐぐらい、15時ぐらいがそんな感じだった。15時ですもんね。うん。もうだってね、アトラクションなんか乗ろうかって言って、ピノキオとか乗ろうって言ってたけど、ピノキオも25分。で、入った時は、ホンテ90分。とかだったんですけれども、レストランはそんなことなくって。そう、ビール飲みたいなーってなった時に、ハングリーベアレストランの前通ったら、やっぱ普通のね、スタンバイの列は、それでも、
建物からちょっと越えたかなぐらいの列だったんですけど、モバイルオーダーの方はスイスイだったから、あ、じゃあちょっとモバイルオーダー見てみるかと思ってモバイルオーダー見たら、今すぐっていうのがあるの。もう今注文したらすぐ受け取りが押せるよっていうやつが選べました。全部の時間ずらーって余ってたんで、それモバイルオーダーでサクッと注文ができました。15時からなら十分。今日すごい私、セーブしたなって思ったんですけど、しかもそう、私今日3月いっぱいで終わるメニュー食べ納めしようって言って、でね、チャイナボイジャーの麻婆あんかけ麺大好きだけど、さすがにチャイナボイジャーめちゃめちゃこんな混んでる時に並ぶだろうなと思ったんだけど、15時にインして、そのままウエスタンランドの方に行こうって言ったの。ウドチャクキッチンのメンチカツサンド食べようと思ってインして、左回りでアドベンチャーランドを通ってウエスタンランドに行こうと思ったんですけど、その途中にチャイナボイジャーの前を通ったら、なんとチャイナボイジャー10分15分待ち。なので迷わず並びましたね。あんだけもう、でもアトラクションカリブの海賊のところで、海賊の待ち列でアドベンチャーランドごった返したのに、チャイナボイジャーは空いてました。レストラン空いてるね。ボイラールームバイツはやっぱりね、3月31日で終わる40周年といえばのフード、ミッキー雪山漫画売ってるので、まあ、でもそれでも、まあ、思ったよりはアトラクションのこの待ち列に比べたら、思ったよりはワゴン系もレストラン系も食べ物はわりかしスイスイと、15時以降ですね、この話はでも全部私が入ったの15時以降なんで、15時以降は大丈夫そうでした。あ、菅原さんも家族にとランドに行ってましたって。今度見かけたら声かけてください。アイス、そう、アイスめっちゃ混んでたみたいですね。そう。ワッフルコーンだっけ？アイスのお店、ワッフルコーンだっけ？アイスクリームコーンも、アイスクリームのワゴンも、待ち時間えげついことになってましたね。でも、本当にそれがわかるぐらい、そのアイスを食べたいみんなの気持ちがひしひしとわかるぐらい、マジで暑かったです今日は。こんばんは、初見です、ありがとうございます。ご飯を食べたいる、ご飯を食べる、ご飯をご飯食べて、次のご飯食べる間にお腹空かせようと思ってトムソーヤ島に行ったんですけど、トムソーヤ島もごった返してました。やっぱね、今日インされていた方は私の独断と偏見なんですけれども、結構若年層の方が多いイメージでした。家族連れと学生さんがもうめちゃめちゃ多いっていう感じでしたね。だからアトラクはめっちゃ空いてた。え、ママも今日、ひろみママ行ってらっしゃったんですね。ランドチャイナボイジャー行きました。17時くらいです。空いてた。で、そう、私ね、あ、マンゴーソフトも15分くらいで買えました。そう、今日ね、ワゴン系レストラン、レストランはもう全般、そう、食べ物系はまあ普通でした。そう、アトラクションの待ち時間に比べたら比例してないなって感じでしたね。明日もディズニーランドにインパークの予定です。そうで、明日インパークするんで、40周年関連のフードメニューとか終わっちゃうやつは明日食べようと思って、今日はミッキー浮き輪マン食べませんでした。明日食べます。てか今日今日も行ってきます。では、ハーモニーカラーは14時からスタートで、私がインしたのは15時だったので、どれぐらい前から今ハーモニーカラーを並んでらっしゃるんだろうっていうのはわからないんですけれども、夜のパレード、エレクトリカルパレード、これに関しましてはもう2時間前ぐらいから、プラザの周りは3列目ぐらいまで埋まってるんじゃないかっていうぐらい、混み合っておりました。はい、
じゃあ今日こそ10杯？それが皆様聞いてくださいよ。やっぱせちがらい世の中になったんで、ビールのデポジットがなくなったんですよ。ビールの大和デポジット2杯っていうのがなくなりまして、チケットの値上がり、物価の高騰、こちらの影響を受けまして、ペコのビール2杯は大和さん毎回行ったらおごりだよっていうデポジット2っていう制度を設けていただいてたんですけれども、これがなくなりましたので、10杯飲んだらみんな7500円だよ。ブルーバイユ行った方がいいんじゃないっていうね、レストラン北斎行った方がいいんじゃないっていう感じになりますので、10は行かないです。はい。しかも10行くんだったらマジで朝一から行って最後まで行ってとかしないとね、酔っ払っちゃう。せちがらい世の中ですよ。そういう10杯飲んだら7500円やばい。でももう10杯飲むんだったら飲み放題チケットね、ちょっと発行してほしい。ちゃんとあの、飲み放題チケット出すときにはさ、こうアルコールチェックみたいなして、耐性がある人かない人かっていう調べてね、あんたこれぐらいアルコール耐性あるんだったら、あの飲み放題販売してもいいよ、みたいなね。今日チケット代、15時からの自分で払いました。明日は、あの、大和さんから、給付、普及、不、供、供給、おごりです。大和さんから配給されたものです。そんな感じのパークでしたよ。あとね、ドナルドパルパルーザ第2弾、4月9日からイベントがスタートする、ドナルドのドナルドのクワッキーダックシティ、これのデコレーションに、リフレッシュメントコーナーのパラソル、あの外のパラソルとアイスクリームコーナーの外のパラソルが変わってて、いや、ミニーちゃんのもちろん可愛かったんだけど、めちゃめちゃ可愛かった。あと、トラッシュ缶も変わってました。プラザのところのトラッシュ缶。見たことある？あの、アメコミ要素をちゃんとね、引き継いでるよね。トラッシュ缶めっちゃ可愛かったです。あ、ニケイさんが、少しですが、明日のおビール代の足しにしてください。私は土曜日にリゾラ周遊の旅で40周年収めてきました。ペコさん、ヤマトさんの最終日の動画やストーリー楽しみにしていますねって。ありがとうございます。気を使わせてしまってすいません。私も今日ディズニーランドからヒルトンに向かうときにリゾートラインに乗ったんですけど、なんと40周年号でした。もう、確実に乗り納めですね。そこ乗り納めで、別になんか次に来るのを待ったとかっていうわけじゃないのに、タイミングよく40周年後に乗れましたので、これも日々の行いの、おかげだと思っております。ゆうさん、今までコメントしたことないのですが、お話楽しくてメンバーに入りました。え、ラブイ、ありがとうございます。ディズニーとお酒大好きです。よろしくお願いします。え、私と一緒じゃん。ペコさんのリップの色かわいい。どこのリップですか？気質でしたらすいません。今日のはチーにもらったやつ、チーを下ろして、使わないでしょ使わないでしょって言って、チーを下ろして、チー、あの友達を下ろして、友達からもらったやつですね。これ、指原莉乃の、サッシーの出してるコスメじゃなかったかな。おばちゃん、ちょっと、リリミューの03番。リリミューの03番です。久しぶりに化粧してますね。はい、久しぶりに化粧しながら生配信しておりますよ。皆様、あれ、なんか声が急に。こんばんは、皆様、あの夜中に見てくださってありがとうございます。明日何時に行くん？ではないけど、
に家出発、8時に家出発だったら、まあ6時に起きればいいから2時に寝れば4時間寝れるわ。ディズニー行く前に4時間寝れたら、めっちゃいい方だと思う。ペコ、いつもディズニーの前ってさ、やっぱさ、あの1日パークでいないからちょっと動画がとかって気になっちゃったりするけど、今日は宣言します、この後何もせずに寝ます。なので本校の最終回の動画はもうしばらくお待ちください。今日は何もしません。でも今日ね、あのミクちゃんと動画、あのご飯食べたり、てかもうずっと Vlog 的な感じで回したので、多分前編後編と分かれるぐらいたくさん撮ってきたので、あの楽しみにしててください。とっても楽しんできました。でもあっという間だね。3時から入ったらもう本当に怖い。もう最初の1時間なんてマジで秒でした。うん、やばいやばいやばい、もうなんかずっとやばいって言ってた気がする。やばい、もう4時だ、もう4時だ、もう5時だ、もう6時だっつって、気づいたら8時半だってなってね。で、気づいたら8時34分ぐらいで、やばいっつって、そのレストランの中にいたから、花火やってるんじゃないって言って出ようとしてアプリ見たら中止って書いてあった。うん、今日風全然なかったんだけど、上空の気流が悪さしたみたいです。明日はどんな服装できますか。それなんですよ、私明日行こう、着ていこうと決めてたのがあるの。それがちょっと前にお友達にアナハイムカリフォルニアディズニーランドで買ってきてもらった服があるんですよ。これをね、明日着ていこうって決めてたの。でも今日の感じ見たらこれめっちゃ暑いかも。でもこれめっちゃ暑かったら、じゃあいつ着ていくんだって感じなんだけど。あ、はるはむさん、明日は楽しんで来てください。私も行こうか迷ってるけど、新年度準備で誕生表を作らないとなので行けないかもと思うので、大和さんと明日これで飲んで40周年収めて来てください。こんなにたくさんありがとうございます。え、もし来れたら乾杯しましょうね。この間ね、ガゼーボで会ったけど乾杯できなかったから。もし来れたら乾杯しましょうね。いつもすいません。応援していただいてありがとうございます。神様。DK さんも、神様。ありがとうございます。すいません。3杯飲みます。もうこれで3杯。私明日3杯は飲みます。明日って晴れだっけ？曇りだっけ？晴れ？ね、ちょっと気温、申し訳ないけど気温今見れたりしないかな。最低が18度。最高は？最高気温は24。うん、山本さん絶対半袖でいいと思う。24の時はね、ちょっと風が強い。明日ペコこれで本当は行きたかったの。見て、これこの間アナハイムで買ってきてもらったこれに、この短パンにこのスウェット、清掃じゃない？ディズニー清掃で行こうと思ったの。やっぱ40周年のイベント最後だからこれで行こうと思ってたんだけど、行けるかな。行けるよ、裏肝。もう今日あのロンティーでもめちゃくちゃ暑かったんだけど、ハンディーファー持っていこうかな。これ着てってね、このさ可愛くない？あ、いけるってみんなが言って。でも確かにね、一応私今日ロンティーでめっちゃ暑いとかって言ってたけど、ミクチーは薄手のワンピース、ロングワンピに春物のコートずっと着てたし、ダウン着てる人もいるっちゃいたの。だからこの時期って本当にさ気温が難しいから、半袖の人もいれば薄いダウン着てる人もいるし、もちろんこういうニット着てる人とか、あのスウェットね着てる人とかもいたんで、いけるかな。
え、なんか可愛い子ってこういう厚着してるよね。ちょっと、ちょっと、え、半袖でもいけるんじゃないみたいな時にこういうの着てるよね。あ、中にね、中にエアリズムのあれ下着でいこっかな。でもペコさ、もう多分明日ぐらいに生理始まるかなっていうぐらい今あれなんですよ、体温高まってる。体温高まってるからさ、ただでさえ暑いんだよね。今日花火中止だったんです。そう、脱げるようにしておけばいいのでは。はい、明暗いただきました。そうだよね、そうだ、中に可愛い半袖仕込んでいこう。で、暑すぎるとき脱いで、夕方以降着ればいいんだ。ナイス！よし、そうしよう。天才。天才現れた。じゃあ、これにね、中に脱げる T シャツを着て、明日はセットアップでいきたいと思います。オーバーオールは2枚重ねと、みたいな。暑いよね、オーバーオールね。ねえ、明日最後花火見たいですね。本当にそうだ。あの音楽で。願いよ、もっと、もっと、打ち上がれ、だっけ。なななななな、いら。え？ 4 月1日もやんの？しばらくはリハブとかじゃなくて、ちょっとあれらしい。で、ハロウィンとかになってまた変わったりするかも。花火終わんないけど、うん、40のお城と花火一緒に見れるの。ああ、愛があり。そうね、むしろ今着なければ暑くなっちゃう。確かにその通り。リップの色かわいい、ありがとう。さっきもリップの色かわいいって言ってくれたの。リリミューの3番なんだっけ。待って、おばちゃんのリリミューの3番です。サッシーのやつ、リリミューの3番です。使ってます。寒がりのパパもロンティーで汗かいてたって、今日あのひろみさんとこのパパで、ヤマトさん絶対半袖でいいと思いました。半袖で、あの脱げる、あのそれこそスピジャの下に脱いでも可愛い半袖着てたらいいと思う。ありがとうございます、インパ楽しんでくださいねって。私も1時になったらこちらの生配信終わりにしたいと思います。夫婦揃って裏肝はきついって意見でした。いや、もう今日の暑さを経験した方は絶対そうなるよね。マジで今日暑かったんですよね。まあまあ、汗かいて痩せろっつうことで。あ、そう、これピアスはこの間プレゼントしていただいたビールとチキンネックです。明日もこれつけていきたいぐらい可愛いよね。あ、リップお揃いです、ありがとうございます。ペコマ、これね、友達脅してパクったやつ。1時だからさ、さすがにさ、ここで食べなければ痩せるよね。まあ、痩せるっていうか、まあまあ普通。でも今ペコ何してるかっていうと、ウーバーイーツのアプリ開いちゃった。だってお腹空いたんだもん、言うて。好きや。うわ、めっちゃラーメン食べたい。ラーメン禁止してるんだ、でも。めっちゃラーメン食べたい。めっちゃマック食べたい。マック出てきた。めっちゃマック食べたい。うわ、銀だこ！明日むくんじゃうかしら。顔、むくんじゃうかしら、明日。今日、レゴランド券もくっそ暑かったです。愛知ね。うん。なあ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 、色はまだ続くのですかって。花火は続くみたいです。ハーモニーインカラーは4月1日から1ヶ月ぐらい。え、1日になるんじゃない？4月の5日、5日
分かんないけど、少しリハブ期間に入る、かつ4月1日からあの40のロゴは消えちゃうんだよね、ミッキーとミニーのフロートに。8日から8日、5月10日までお休み。5月10日、まあ1ヶ月ぐらいはお休みになるけど、またそこから戻ってきます。ドリーミングアップと一緒でね。ただミッキーとミニーのフロートの前にドデンと飾ってある40のフレームはなくなっちゃう。でも私は何よりさ、明日もマジで神様お願い、そこにもうあとさ、ここから先3年ぐらい当たらなくてもいいです、クラブマウスビートを当選させてくださいっていう感じ、うん、明日当ててくださったら、ここから先3年、まあ月 1,2 回行ってるのに3年当たらなくてもいいんで、明日お願いだから当たらせてくださいっていう感じで、クラブマウスビートが見たいです。最後見たいね。うん、あれはもう完全抽選、初回は自由席やってる、完全抽選なんだ。まあね、ペコはね、2回見えてる。最初の40周年のセレモニーと、1回当たって、あ、3回見えてる。1回1人で見に行ったもんね、なんかね。昔って最終回と、昔も今もだか。エレクトリカルパレードがまあまあ近い時にあるから、見に行っちゃうと、地蔵ができないってなって、ヤマトさんが地蔵してくれて、私一人で見に行ったっていうのもあるし、真正面の二人でさ、真正面のど真ん中で見たのもあるじゃん。3回は見てるんですよね。でもお願いなんで明日、見させてくださいっていう感じです。明日もし見れたら皆さんに最終日、最終日の公演を届けられるから、神様お願い。だって、それ終わったらもうマックスのあれはもうどこででも見れない。他のみんなはパレードに出てくれるから。え？あの衣装で？あ、そっか。うん。あの衣装出てる。見れるけど、マックスはもう明日、正真正銘ラストです。あの衣装のマックスを見れるのは正真正銘のラストになっちゃいます。こんばんは。今日のインパークの時間は宿泊組アーリーが8時半、一般が8時45だったんだって。最近遅めだよね。うん。自分もクラビの40周年バージョン好きすぎて、あ、ちょうどハートで見えない。好きすぎて、始発かな、始発で真冬に自由席待ちました。そう、昔そうだったよね。そのクラブマウスビートの始発、あの初回の自由席に狙いに行く人と、クリスマスのあのクリスマスストーリーズの停止のパレード待ちする人で分かれたよね。あ、吉野家もやってる、中尾もやってる。見てる間にさ、ちょっとさっきの配信で言い忘れた。でもラーメンも美味しそう、銀だこ。ちょっと言ってみてもいい？言ってみてもいいよ、言ってみてみて。あの皆さん、ディズニープラス入ってる方多いと思うんですけど、ディズニープラスでね、配信が始まったディズニーじゃないんですけど、出たサンドランドってあるよね、知ってます？今日ハマっちゃったやつで、結局何話見たの今日？ちょっとだけ見ようって言ったところで、私は家を出たからその先知らなかったけど、まさか6話まで行ったとは。でも偉いね、6話でやめて。この後見ようとしてない？あ、あ、見ようとしてる。あ、ちょっと間があったかな。サンドランド知ってます皆さん？ネギトロ丼もいいな。ディズニープラスで見れるサンドランド、タイ料理ですと。あ、串。焼き鳥なんて太んないんじゃない？あんな鶏肉なんてね。あ、ラーメン食べないですよ。そう、めっちゃ食べたいけど、食べないです、ちゃんと。はい。ここまでデブってたら変わんないだろうって感じですけど、食べないです、ラーメン。
磯丸のあれでもいいな。シャンドランドは、あの、はい、返信ないです、どなたからも。はい。鳥山明のアニメなんだよね。そう。めっちゃ面白くて、一発でハマりました。サンドランドに返す話はまだ来ないです。私の当選するおまじないを教えいたしましょう。ありがとうございます。朝にトイレの掃除をしっかりして北斎の前で願いを込めてポチすると当選するかもです。本当に？でもとりあえずトイレ掃除していきます。じゃあ、え、ゆうすけさんが、ペコさん、山田さん、いつもありがとうございます。こちらこそすいません、ありがとうございます。少ないですが、明日のインパ、山田さんと美味しいビールをお飲みください。ありがとうございます。ありがとうございます。ランドでお会いしてね、あーってなったんだけど、ありがとうございます。明日は行かないのかな。日曜日だから、しかも春休み最後ってなると大変だよね。ありがとうございます。噛み締めて飲みます。ありがとうございます。半分だから、こうやって4杯飲みます。知りませんけど、ありがとうございます。サンドランド映画でやってましたねって DK さんが。映画でもやってたんだ。映画版もあるんだね。めっちゃ面白い。うわ、すごい。鮭とイクラ丼がある。焼いた鮭にイクラね。私生のイクラ、あ、サーモン嫌いだけど焼いた鮭好きなんですよね。あ、言うの忘れてた。神様、ありがとうございます。今日、そうそう、今日ね、エレクトリカルパレード見ずに、そう、そんだけめちゃめちゃあのパレード待ちしてる人が多かったエレクトリカルパレード見ずに、ミニーちゃんのグリーティング行ったんですよ。そう考えたら、私とミクチ、あの、9ヶ月ぶりに今日一緒に行ったけど、大体同じことやってると思う。そうやっておいて、ミニーちゃんのグリーに行くっていう。あの、25分待ちでした。短いよね。いいパレ中。いいパレ中。もうね、めっちゃ可愛い動画が撮れたんで、皆さんそれも、お楽しみにしててください。もう、神ミニーでした。めっちゃ可愛かった。こう、ハートとかやってくれたの、ミニーちゃんが。こうやって。すごくない？ハートとかしてくれるんだってなったの、二人で。ハート出た。日本のミニーちゃんも。ハート出てた。ハート出てない。2日目で、あの、セルフィーで撮ってたんだけど、ミニーちゃんがこうやってしてくれたりした。可愛かった。サンドランド見てます。見てハマってます。よかったね。超面白いの。びっくり。さすが鳥山明って感じ。でも私最初の場面のさ、キャラクター見たらめっちゃあの、ワンピースに出てきそうみたいな思ったけど。長すぎましたね。それをあの、さっき言えなかったけど言いたかったんだね。そう、インスタで言うと、ディズニーって同じぐらい多分好きなんですよ。そうだよね。だってドラゴンボールのあれ、一番新しいシリーズのテレビでやってたやつ、うち全部録画してあるから。でもあれが毎週日曜日楽しみだったよね、うちら見るのね。私もだからそれ全部見てる。それがあのルーティーンだった、日曜日の朝あれを見るっていうのがね。うなぎ、明日に向けてうなぎを食べる。沖縄料理、餃子、はあ、明日たくさん歩くので栄養つけてくださいって。優しい。私もこの前ミニスタでミニーちゃんハートした時、え、してくれるんですかって本人に言っちゃいました。村地さん、こんばんは。サンドランド面白いんですね。鳥山先生の作品だし気になってました。見てみますって。私もずっと気になってて、どうなのかなっていう感じだったんですよ。フリキさんがスパチャくださった。ありがとうございます。ラーメンを我慢する偉いペコさんにもう一杯どうぞって。
月光仮面。ありがとうございます。明日いっぱいビール飲んじゃう、ベゴ。むくんじゃったらごめんなさい、動画で。何がむくんで普通かもうわからない顔になってきてしまってますけれども。神様、ありがとう、申し上げまする。5杯。すいません。まあ、5杯はね、まあ、朝から行くんだったら全然行けるんで、ごめんなさいけど、ありがとうございます。いただきます。心していただきます。そう、今日ね、3月いっぱいで終わるメニューといえばさ、カフェオーリンズのガンボスープあるじゃん、うちらが大好きな。あれも飲みたいなと思ったけど、カフェオーリンズはめちゃめちゃ並んでた。あ、そう、カフェオーリンズめちゃめちゃ並んでました。すいません。レストランの中でも。フォカッチャサンドも食べたかったんだけど。そう、そこを過ぎると、そうでもないんだけどね。だって、チャイナボイジャー、そのカフェオーリンズが混んでる時でも、チャイナボイジャー15分ぐらいって書いたからさ。今ね、春休み期間中の特に、ワンハンドメニュー系がね、すごい多いんですよ。レストランに。でも今日はワゴンも空いてた。あ、でもそれもあれだけどね、15時以降だから。でね、ミクチーがペコスビルカフェに、で買ってたけど、すぐ買えたって言ったもん。そう、前は、ちょっと前はさ、ペコスビルカフェってすんごい行列だったけど、そんなことなかった。ね。皆さんありがとうございます。こんな私に応援していただいて、本当にありがとうございます。そのこの5杯で、調子上げて、バイブス上げちゃって、明日面白い動画撮れて、面白い動画で皆さんに返せるように頑張りますんで、ありがとうございます。あ、菅原さんもくださった。明日も暑いのでビールで喉を潤してくださいって。神様、ありがとうございます。これでまた調子こいて楽しい動画撮るんで。今日のもあるし、明日のもあるし、ね、しばらく東京ディズニーリゾートの動画出せてなかったんですけれども、4月はたくさん東京ディズニーリゾートの動画、フード&ワインフェスティバルもね、さっきはさすがに行けないんですけど、4月1日の初日は行けないんですけど、すぐ行きたいと思うので、皆様、今後も変わらず応援よろしくお願いします。菅原さんも今日暑くてお疲れになったと思うので、ゆっくりお休みになってください。明日は1年間勤めた歯科アルバイトの退職日です。なのに嫌いなおつぼねとのペアで泣きそうです。生配信してくださってありがとうございます。これで明日、あ、でも明日やめるんだ。あ、じゃあもう全然気にしなくていいんじゃない？おつぼねのこと。うん。もう私今日やめるんで、つって。うん。全然気にせずにやっていいと思いますよ。ありがとうございます。フード&ワイン楽しみ。いつ行けるかね？このさ、40周年のイベントの最後はこの土日に被ってくれたからよかったんだけどね。4月ってなるとやっぱ何かと忙しいですからね、皆様ね。でもすぐ行きたい。4月2日とか3日とか。1日はちょっと行けないけど、2日、3日、4日、5日、そのあたりで行きたいですね。最悪、山津さん行けなかったら一人で行こうかな。どうもみんな、一人でフード&ワインフェスティバルで酔っ払って帰れなくなったから、オフィシャルホテルに泊まってみたっていう動画。あ、クラビット温泉、祈願、ご祈願、ご祈祷しておきますって。ありがとうございます。ありがとうございます。クラビ見たいね。クラブマンスビート、明日もしそんな見れるようなことがあったら、でも逆にちょっと怖いかもね。どんなもう帰り事故にでも会うんじゃないかって。いつかその話してたよね。40周年の、それこそあれだよ、40周年の、あれなんて言うんだっけ、オープニングイベント、セレモニー、
当たったからもう帰り事故でも会うんじゃないかなんてね、なんか悪いこと起きるんじゃないかっていう話してたら、その悪いことっていうのが当日に雨が降って外でなくって室内であって、クラブマウスビート当選したらファンダフルで当選してない人も見れたっていうね、そういうことがございましたけれども、ペコさんワインも飲むんですか？はい、まあわりかし飲めない酒ないかなっていう感じで、かつワインは好んで飲みます。結構ワイン好きです。フードワイン行きたいって、私もめっちゃフードワイン行きたい、楽しみです。フード&ワイン、私は来週からも頑張りますよって。もう今日曜日になりますので、月曜日からまだまだお仕事の方たくさんいらっしゃると思いますので、お互い頑張りましょう。嫌なやつには心の中でパンチ食らわせて頑張りましょう。それでは1時を過ぎましたので、そろそろこちらの生配信は終わりにして、私は明日もインパークしますので、明日のインパークに備えて早めにお風呂に入って寝たいと思います。皆さん遅い時間最後まで、見てくださってありがとうございました。明日も元気だったらまた生配信したいと思います。でも明日は大和さんも一緒に行くから、多分大和さんが帰ってきてから生配信するんじゃないかなね。大和さんがしなかったらペコがします。山本さんがして、その後またペコがしてたら意味不明みたいな感じになっちゃうんで、山本さんがしなかったらやりまーす。あと朝元気だったら車内でライブしまーす。皆様本当にいつも応援していただきましてありがとうございます。明日も、自分のできる限り動画を撮って皆様に最終日の様子をお届けできればいいなと思いますので、ぜひ動画が、アップされるのも楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。多分そうなると、明日撮影したら先に今日の動画よりも先にそっちを出すかなと思いますが、よろしくお願いいたします。ではそろそろ生配信終わりにいたします。皆さんおやすみ、早く寝て、おやすみ、もうみんな寝て、お疲れ、終わり、解散、ありがとうございました。おやすみ。おやすみ。バイバーイ。顔長。バイバーイ。ありがとうねちゃちゃんちゃちゃんちゃ、そう今日40周年の最後なんだけど、頭の中にずっとちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃん、わーちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃん、わーが流れてた。35周年のテーマソング。明日は七色で頭をいっぱいにしていきたいと思います。おやすみなさい。